一部ショッキングな映像が含まれます。ご注意ください。それはある部隊の壮絶を極めた戦い。車両を降りた途端地獄が幕を開けました。相手は総攻撃の構えでした。膨大な中国軍兵士に包囲された1万7000人のアメリカ海兵隊員。攻撃やめの号令があるまでとにかく戦い続けるしかありませんでした。生き残るには敵が待ち受ける脱出路を進むのみ。死にたくなかったら先に撃つしかない。果たして戦場で何があったのか。最新技術による再現と生還した英雄たちの証言で蘇ります。今初めて語られるチャンチンコの戦いの真実です。アメリカ海兵隊はいかなる犠牲を払おうと必ず窮地を脱してみせます。1950年6月25日、北朝鮮は共産主義のもとに半島を統一支配すべく韓国に侵攻。韓国軍の武力支援に乗り出したのがアメリカを中心とした国連軍でした。アメリカは共産勢力を止めるには武力介入、特に地上部隊の投入が不可欠だと判断したのです。開戦から数日後には北朝鮮軍との地上戦を展開していました。およそ3ヶ月後、国連軍と韓国軍は北朝鮮の侵略軍を撃退します。北朝鮮軍はほぼ全滅でした。まだ油断は禁物でしたが、バリケードで抵抗するような戦いしかできない状態だったんです。国連軍は明らかに優勢で、そのまま北朝鮮に進軍して共産主義政権を倒せる状況にありました。国連軍総司令官のダグラス・マッカーサー元帥は勢いに乗じて北進しようと考えました。北朝鮮を叩き、南北を統合できる絶好のチャンスです。9月27日、マッカーサー元帥の作戦が承認。1万7000人のアメリカ海兵隊は38度線の向こう、北朝鮮の奥まで侵攻し、キム・イルソンの共産主義政権を倒すよう命じられました。我々海兵隊水陸両用部隊は必要ならどこへでも出撃しました。ソウル制圧後、我々は何も知らされないまま再び移動しました。11月13日、国連軍は北朝鮮のフンナム港から進撃部隊への補給ルートを確保。マッカーサーは兵力を東西に分けました。彼の指揮下にはアメリカ陸軍と海兵隊、それを支援する国連軍の航空戦力、イギリス軍地上部隊や韓国軍部隊も含まれていました。11月24日、およそ1万7000人のアメリカ海兵隊員が北朝鮮内陸部のチャンチン湖周辺に到達しました。中国国境までおよそ100キロの位置です。彼らの任務は北朝鮮軍の残党を中国へ追い払うこと。しかし中国政府はマッカーサーが北進の構えを見せた時点で北朝鮮に侵攻したら武力介入すると警告していました。中国政府はアメリカの北朝鮮侵攻を黙認するつもりはない、中国との国境に近づくなと公言していましたし、この警告は本物でした。しかしアメリカ側には一種のおごりがあり、どうせ口先だけだ、本気で戦いを挑んでくるわけがないと鷹をくくっていました。アメリカ海兵隊とその他国連軍部隊は多少の反撃を受けたものの、北朝鮮軍を打ち破り中国国境へと追い詰めていきます。第5、第7海兵連隊はチャンチン湖へ向かって北進。隊員たちは湖西岸に続く狭い道を通り、ユダムニという村に着く頃にはまだ勝利の日は近いと信じていました。ユージン・ディクソン三等軍曹は第5海兵連隊に所属していました。我々がユダムニに着いたのは11月27日の夜でした。車列を組んでの移動だったんですが、車両を降りた途端地獄が幕を開けました。
銃弾が四方八方から飛んできて、我々は訳がわからないまま塹壕に飛び込み、ただ身を伏せていることしかできませんでした。隊員たちは中国人民義勇軍が奇襲をかけようと待ち伏せていた、まさにその中へ進軍していたのです。体勢を立て直す余裕すらありません。相手はユダムニ周辺の山から一気に攻撃してきたんです。とにかく向こうは総攻撃の構えで、雄たけびを上げ、ラッパを吹き鳴らして次々と押し寄せてきました。この時中国軍はチャンチン湖の南方、コドリの国連軍基地からユダムニにかけて点在する国連軍部隊に対し一斉に奇襲をかけていました。大博打に出たんです。いわば敵の一個師団という札束が積まれた大勝負です。1万7000人からなる第一海兵師団は強大な戦闘部隊です。しかし小部隊に分散している今は襲撃に対して非力、海兵隊員たちは自分たちの数の7倍以上、12万人もの中国兵に取り囲まれ、絶体絶命の状況でした。もし師団が固まっていたら、中国は強引に突撃するしかなかったでしょう。湖の周りに分散し手薄な状態の海兵隊を見て、中国軍はここぞとばかりに一気に勝ちに出たのです。中国軍にとって強大な師団を倒す最善の手は小さく分断して潰すことでした。散らばっていた海兵隊は互いの部隊を支援できなかった。ユダムニから11キロほど南下した位置にある徳頓道では、フォックス中隊が中国軍の猛攻撃に遭っていました。ディック・ボネリー一等兵にとっても襲撃は予想外のことでした。夕食を温めようと我々は火を起こしてしまいました。尾根に火が見えるわけですから、中国軍に位置を教えたようなものです。海兵隊員全員が油断していました。確か午前2時頃です。年越しのような騒ぎでした。ラッパや鐘を鳴らしながら中国兵が押し寄せてきたんです。後から後から止めどなく現れました。さらに11キロほど南の村ハガルリには、チャンチン湖周辺で最大の国連軍基地があり、第一海兵連隊第三大隊が守りについていました。ハガルリは補給物資が届くフンナム港とチャンチン湖西岸のユダムニを結ぶ一本道の途中にありました。国連軍にとっては重要物資の補給ルートを確保するためにも何としても守らなければならない重要拠点です。ハウ中隊のビル・ゴッチャー二等兵もハガルリに駐在していた一人でした。最初に中国兵と遭遇したのはパトロールの最中でした。山の中へ逃げてしまったので我々は一旦基地に戻り、日没頃にその山を訪れたんです。気温は零下20度、地面が凍っていて塹壕を掘れませんでした。おまけに雪も降り出した。ハガルリにいた兵士たちに22キロ離れたユダムニの爆発音が聞こえました。音は近づいてきます。我々のいた山の周辺からラッパや鐘の鳴る音が聞こえてきました。日が落ちて辺りには暗闇が広がり、雪だけがちらちら光って見えるだけで、月も星もなく真っ暗でした。一体何が起こっているのか目を凝らしても何も見えません。そこで照明弾を使うことになったんです。中国軍が今どの辺りにいるのか、どの程度離れているのか確かめるためです。国連軍は中国軍による夜襲の際、60ミリ迫撃砲で照明弾を打ち上げ、明かりとして使用していました。重量はおよそ 1.7 キロ。砲弾の後部には発射薬と点火装置、先端には信管が取り付けられています。発射から14秒後に点火された照明灯が放出され、25秒間にわたって辺り一帯を明るく照らします。20分後には中国兵たちは
手榴弾が届く距離までこちらに這い上がってきていました。地獄の始まりでした。午前2時半ごろ、迫撃砲弾が切れてしまい、私を含む2名が榴弾と照明弾を基地まで取りに戻ることになりました。分隊長に取りに行ってこいと言われた時、基地にも中国兵がいると訴えたら、もういない、中国兵は全員死んだか捕らえられた、さっさと戻ってあと2箱取ってこいと。弾薬庫として使っていた家に着くと、中国兵が立っていたんです。私は撃ちました。ゴッチャーが使った M1 カービンは海兵隊員の標準装備、30口径弾使用のガス圧作動式半自動小銃です。チャンチンコの戦いに用いられた小銃の中では最も軽量かつ小型で、近接戦闘において大きな威力を発揮しました。向こうが気づくと同時に一発、さらにもう一発撃ちましたが、まだ倒れません。止まれ。3発目を撃ったところで逃げられてしまったので、私は砲弾を持って迫撃砲を掩体に戻ろうと走り出しました。その時です、大爆発が起きたんです。何千本もの針を一度に刺されたような、そんな感じがして、そのまま意識を失いました。1950年11月27日マッカーサー元帥の北朝鮮侵攻作戦は、中国軍という予期せぬ壁にぶつかっていました。国連軍が掌握していたチャンチンコ周辺を中国軍が奇襲、ハガルジの基地では大規模な爆発が起き、巻き込まれたビル・ゴッチャー二等兵は意識を失いました。気がついた時には頭が混乱していて、自分が今どこにいてどっちへ行ったらいいのか分からなくなっていました。仕方がないので、その場に突っ立ったまましばし考えました。自分の迫撃砲掩体はどっちにあるんだっけな、多分こっちだろうと勘だけで決めて、やっとのことで持ち場に戻りました。右腕が動かなくなっていて、右肩がひどく痛みましたが、そのまま掩体で夜明けを迎え、基地の野戦病院へ行きました。22キロ北、ユダムニのディクソン3等軍曹たち第5海兵連隊も身動きが取れない状態でした。日が昇り、中国軍に包囲されていると分かったので、我々は砲の類を引っ張り出しました。この時は四方八方に砲撃しまくればなんとかなると思ったんです。しかし退路も補給路もないと知って背筋が凍りました。唯一通行できる道路が我々が通った直後に中国軍によって寸断されていたんです。中国軍の戦略は、連合軍が最も脆弱になったところを突くというものでした。そしてこの日、中国軍はチャンチンコ周辺の4つの連合軍部隊に奇襲をかけ、見事に切り離したのです。人海戦術は中国軍の得意な手です。連合軍の進撃隊が北上する際、1万5000人が固まって動くわけではないと中国軍は分かっていますので、広範囲に大量の兵士を配置し、相手を分断して一つずつ包囲する手に出たんです。不意をつかれた連合軍は守りを固めましたが、戦況は圧倒的に不利でした。危機を脱するには、中国軍の攻撃を跳ねのけて包囲部隊を突破し、フンナム港までおよそ125キロの退路を戦いながら進むしかありません。中国軍の攻撃はやみません。戦うしかないんです。最も北に駐留していた第5第7海兵連隊にとって、唯一使える退路はハガルリへと続く一本道だけでした。一方、ハガルリではゴッチャー二等兵が第1大隊と共に退路を懸命に守りながら、南にあるコドリの基地からの援軍を待っていました。もう十分だ、これで終わってくれと心の中で何度も願いました。
攻撃やめの号令があるまでとにかく戦い続けるしかありませんでした。中国軍はアメリカ兵たちに勝利するため持てる全てを注ぎ込んでいました。戦況を覆すためのまさしく決戦だったんです。少しでも早くアメリカ兵を殲滅しようと彼らはあらん限りの力で攻撃しました。ハガルリにいるゴッチャーたちの疲弊は激しく、援軍なしではそう長くは持たないところまで来ていました。11月29日午前9時30分、ハガルリの南およそ18キロにあるコドリから増援部隊が出発。新たに編成されたドライスデール任務部隊は最も危険な地獄火の谷と呼ばれる区間を北上し、中国軍の猛攻撃の真っ只中へと向かいました。この部隊にいた一人が第一海兵連隊第三大隊常時中隊のレイバーン・ブレア一等兵です。朝早くに第一総長が我々を起こしに来ました。全身すっぽりと雪をかぶっていて、吐く息だけが雪にまみれていなかったのをよく覚えています。あの地で初めて大雪に見舞われた日でした。隊列は兵士900人とトラック、それに戦車。基地を出た直後から中国軍と戦闘になりました。我々はすぐさま道の両側に展開して応戦にかかりました。しかし戦いながら進むうちにトラックも兵士もどんどん減っていき、敵が山から撃ってくるようになるとどうすることもできず急いで通り抜けるしかなかった。ハガルリでは隊員たちがドライスデール任務部隊の一刻も早い到着を待っています。援軍なしではもう一晩も持ちこたえられそうにありません。ハガルリが敵の手に落ちれば北にいる部隊は退路を断たれ降伏を余儀なくされます。全てがドライスデール任務部隊にかかっていました。私は銃を撃ち続け、気づいたら夜になっていました。一日中戦っていたんです。辺りは暗くなり、ブレア一等兵に見えるものは飛び交う栄光弾の光だけになりました。栄光弾の弾頭の後部には硝酸塩と酸化物を混ぜ合わせた発光剤が入っています。発射によって点火剤から発光剤に着火、弾は1秒半ほどの間光を発しながら宙を飛んでいきます。射手はこの光によって弾道が分かるため照準を修正し命中率を上げることができます。他に狙いを定める目安は相手の銃口から放たれる光と、あとは暗闇の中を移動する中国兵のシルエットでした。一緒に戦っていたジムがもっと狙いやすい位置に移りたいというので、私が先に立って移動しました。ジムは私のすぐ後ろでした。たまたまその時弾が私の脇の下をすり抜け、私は戦闘服が破れ火傷と打ち身を負いましたが、後ろのジムの胸に当たりジムは意識を失いました。午後5時、ドライスデール任務部隊の900人はすっかり分断されていました。銃撃戦の間にはぐれてしまったのです。隊列の前方にいたブレア一等兵とジムは後方の兵士たちと連絡もつかなくなりました。それでも彼らは任務を放棄せず敵と戦いながらハガルリへと前進を続けました。意識が戻ったジムの第一声は母さん、大きな声でした。この時すぐ先に中国兵たちがいたのですが何も見えませんでした。私は仲間の手を借りジムをトラックの荷台に乗せました。早く出発しようとトラックに誘導係がついて、右だ右とか左だとか指示を出しました。トラックの先で何かが爆発しました。手榴弾か迫撃砲弾か何だったのかは分かりません。トラックは道路の脇へ転がり落ちて大破しましたが、乗っていたみんなは生きていて叫び声が聞こえました。我々は戦闘を中止するしかなく、このまま中国軍に殺されるのだろうと思いましたが、
とにかくトラックのところへ行って全員を引きずり出し道路まで引っ張り上げました。我々はトラックを失い、その上孤立していました。中国軍はさらに手榴弾などで攻撃してきます。ジムは道路で他の負傷兵や遺体と共に横たわっていました。そこへトラックがやってくる音が聞こえました。空耳だろうと思いましたが本物でした。ライトを消して走っていたんです。我々はそのトラックを止め、負傷者を乗せて自分たちも転がり込み再び前進しました。ドライスデール任務部隊の兵士は400人にまで減っていました。しかし任務を遂行する決意に揺るぎはありません。中国軍との交戦がいかに危険でも、チャンチン湖周辺に駐留する海兵隊員全員の命が自分たちにかかっているのです。圧倒的に不利な戦況の中、ドライスデール任務部隊の400人はなんとか地獄日の谷を通過し、ハガルディに到着。ハガルディの兵士たちは援軍に勇気づけられ、その夜の襲撃を持ちこたえました。そして翌日、雪と瓦礫に埋もれた滑走路の整備に取り掛かります。ハガルディの兵士たちは心強かったと思います。襲撃は続いていましたが、多くの仲間がいたからです。しかし先の展望が全く読めない状況が続いていたため、さらなる援軍を頼むべきか決めかねていました。11月30日最北のユダムニに駐留していた第5・第7海兵連隊と中国軍との熾烈な戦いは4日目を迎えていました。この日、両海兵連隊に新たな命令が下されます。ユダムニを引き払い、アメリカ海軍が待つフンナム港までおよそ125キロを南下せよというものでした。ユダムニを撤収しろとの命令が来ました。まずは運べない装備や設備を焼き払うなどして処分しました。その後は南に向かって進撃を開始し、最終目的地まで前進を続けろと言われました。第5・第7海兵連隊の総勢8200人はまず中国軍の包囲を突破し、およそ11キロ南にある徳頓道まで行く必要がありました。この道はホックス中隊の217人によって確保されています。ユダムニからハガルリへと続く唯一のルートであり、ここを越えなければチャンチン湖から出ることはできません。ユダムニからハガルリへ向かう海兵隊員たちにとって最も重要かつ危険なポイントがこの道でした。道はヘアピンカーブで、中国軍はここさえ抑えれば誰も南へ逃れられないと知っていました。もし中国軍の手に落ちたら、とんでもない数の犠牲者が出る。そのくらい重要な場所でした。兵士の数では圧倒的に不利なホックス中隊でしたが、ユダムニから来る隊員たちが通れるよう道を死守します。ボネリー一等兵はここまで4夜連続で戦っていました。いわば敵者生存という感じでした。まず射撃位置に機関銃を据えます。あらかじめ掩体を作っておくか、身を隠せるものがある場所を見つけておくんです。そこにはちょうどいい岩が左右にあり、射界も開けていました。コツという音がしたら手榴弾です。いくつも投げてくるので身を伏せます。それに続くのがゲップ銃です。ゲップ銃とは、発射音がゲップに似ていることから付けられた小型機関銃の俗称です。中国軍が多く使っていたのはソ連製のペーペー社41や、同じモデルを中国がライセンス生産したものでした。銃身が短いので近接戦闘で扱いやすく、1分間に900発を発射できます。短機関銃は中国軍歩兵隊にとって突撃の際の主要火器でした。中国兵の戦闘服は暗闇だと白っぽく見えます。死にたくなかったら先に撃つしかない。視界があまり効かない暗闇で、ボネリー一等兵は一人持ち場を任され30口径機関銃で戦いました。機関銃の威力は絶大です。怖くはありません。
戦闘中、他の海兵隊員が見えないことがよくありました。近くに誰がいて誰がいないのか。日が昇ってわかるんです。聞こえるのは無数の銃弾と手榴弾の音。再び夜襲があり、私は一人位置につきましたが、敵の数は膨大になっていました。仲間を集め戦力を結集しました。20メートルほど上の頂上から誰かの声がしました。小隊長と中隊長が援護を求めていたので、私は駆けつけ伏せ撃ちの構えを取りました。中隊長は私の頭越しに下にいる小隊に大声で指示を出しました。応じたのはゲップ銃でした。銃弾は私の頭をかすめ隊長2人が負傷しました。徳敦道を一望できる山が中国軍の手に落ちました。フォックス中隊がこの道を確保し続けるには山の奪回が不可欠です。夜明けを待ち、我々は山を奪回すべく頂上の25メートルほど下から再攻撃をかけました。戦闘時は別人になります。勇敢な戦士と言いたいところですが、実際は獰猛な獣です。生き残るために敵を殺すんです。いてつく寒さでボネリー一等兵の銃が玉詰まりを起こしました。彼は必死の思いであるものを武器にします。手にしたのはシャベルでした。基本的にシャベルは個人用の掩体を掘るために各自装備しています。あの時は地面が凍っていて掘るに掘れず、そのまま脇に出しっぱなしにしていました。襲ってきた中国兵は皆若く興奮していて、ヘルメットをかぶっていませんでした。それでとっさに頭を狙ったんです。無残なものでした。12月1日午後11時、中国軍の襲撃が始まって5日目。フォックス中隊は204人にまで減っていました。なおも続く激しい攻撃に耐えられなくなる前に、ユダムニから第5第7海兵連隊が到着することに望みをかけます。間に合わなければ全滅は避けられません。1950年12月2日、中国軍がチャンチンコ周辺に奇襲攻撃を始めて6日目。ユダムニを出発した第5第7海兵連隊は、徳敦道を守るフォックス中隊が持ちこたえていることを願いつつ南下を続けていました。私は日に何度も祈りの言葉を唱えました。パトロール中や戦闘の前や休憩が取れた時は休憩中も、それに戦闘の後にも祈りました。フォックス中隊は非常に多くの死傷者を出しながらも何とか道を守っていました。しかし、いつ中国軍の手に落ちるか分からず、もしそうなったらユダムニから向かっていた我々も全滅は避けられません。フォックス中隊のもとに増援部隊が到着しました。兵力が増したフォックス中隊は窮地を脱します。私の機関銃援隊に見知らぬ兵士が現れたので、誰だと聞くと、ベイカー中隊だ、助けに来たと。辺りを見回すと、海兵隊の防寒着を着た一軍がこちらに来るじゃありませんか。その光景に私は思わず喜びの声を上げました。私は目の前の兵士に取ってあった食料から缶詰を一つやり、もう一つを増援部隊にいる友人にやろうと思いました。掩体を出て歩いていた時です。地面の雪が銃弾で跳ね上がるのが見えました。周りを見回しましたが、自分がやられるとは思ってなかったので、私はそのまま歩き続けました。セメントを満載したダンプカーが焼けた鉄の棒をフロントにつけて時速200キロで私を跳ねたのかと思いました。ボネリー一等兵は銃弾に倒れ、生死の境をさまよっていました。一刻も早い手当てが必要です。
私は救護所に運ばれましたが、わけが分からず、そのまま意識を失いました。その夜、司祭様から臨終の儀式を受け、トラックに乗せられました。戦死者の遺体が乗せてありましたが、その上に負傷者を乗せて運んだんです。しかし道が塞がれ通れなかったので、結局引き返しました。私の傷を見た衛生兵の表情から、かなり悪いと分かりました。付き添ってくれていた増援部隊の友人の顔からもです。私は母への最後の言葉を託しました。その頃、第5第7海兵連隊は徳敦道の中国軍を何とか退け、さらなる南下を始めていました。この先、最終目的地である墳南港まで114キロの道のりを中国軍と戦いながら進まなくてはなりません。途中の各基地でも激戦が予想されます。まずは明るいうちに11キロ南のハガルリまで行くことになりました。ユダムニを出発した後、海兵連隊は徳敦道でフォックス中隊と合流し、次のハガルリでも合流、つまり南下に従い大所帯になります。12月3日、第5第7海兵連隊とフォックス中隊の統合部隊は徳敦道の南を進んでいました。見渡す限り山と道路でしたが、どこに敵が潜んでいるか分かりません。どんどん進みたいところではありましたが、何メートルか進むごとに止まっては、辺りの安全を徹底的に確かめました。見通しのいい道路ではいつ襲撃に遭うか分かりません。しかし統合部隊はようやく墳南港からの航空支援圏内に到達。空母で待機する戦闘爆撃機を要請できるほか、空輸による物資の補給も受けられます。敵陣への空爆を見るとホッとします。明らかな効果が期待できるからです。常に航空支援を受けられるとは限りませんが、受けられたら前進しやすくなります。アメリカ軍が朝鮮戦争で本格的に使い始めた投下型の新兵器がナパーム弾です。570リットルの投下タンクにアルミニウム化合物による増燃剤と組成ガソリンなどを混ぜ合わせたナパーム焼夷剤を充填し、先端に着発信管と破砕および点火用の火薬を装填。着弾すると焼夷剤が80メートル先まで飛び散って付着し、1500度もの高温で燃焼します。ナパーム弾はチャンチンコの戦いで猛烈な破壊力を見せつけました。爆撃から400メートルぐらい離れていましたが、嗅ぎ慣れない匂いがしました。あれは人が生きたまま焼ける匂いです。ナパーム弾は強烈で、人の体も衣服も何もかも焼き尽くしていきます。皮膚が焼き切れ、肉がむき出しになってもです。その時の匂いは例えようのないひどさです。ナパーム弾は中国軍の攻撃を封じ、海兵隊員が南下するための貴重な時間を稼ぎました。辺りの中国軍は消えました。まるで太陽が雪を溶かすように森や谷にいた中国軍をすっかり消し去ったんです。7000人の海兵隊員がハガルリの基地にたどり着きました。疲れ果て傷だらけでしたが、命はあります。墳南港まであと103キロ、ひとまず危機を脱しました。彼らは皆撃たれてボロボロで、どの車両も重傷者や遺体が山積みでした。でもハガルリの近くまで来た時、海兵隊参加を歌い出したんです。ハガルリの基地に着けば兵力が俄然増しますし、無事にチャンチンコを離れられそうな感触を得たのでしょう。ここを乗り切ったのだから、このまま進めば必ずいい結果が待っていると。12月4日、中国軍の襲撃開始から8日目、海兵隊員たちはようやく立ち止まり休むことができました。しかしこの先は再び危険が待っています。次の目的地18キロ南の小鳥までには地獄日の谷があり、
その先の最終目的地フンナム港までまだ85キロも残っています。とはいえ合流という形で部隊は修復されました。精神的にも辛い時期だったと思いますが、ハガルリにたどり着けたことでこの先もやり通せる、乗り越えてみせると気持ちも奮い立ったはずです。ここで死ぬかもしれないと思っていました。でも海兵隊員が全滅することはありません。たとえ私はダメだったとしても、アメリカ海兵隊は違います。いかなる犠牲を払おうと窮地を脱してみせます。負けません。集結した部隊は大軍勢となり、フンナム港へ向け出発。しかしこの先には最大の難関、地獄火の谷が待っています。そこを切り抜けなければチャンチンコ方面からの最終基地コドリへは到達できません。中国軍は山に潜伏し待ち構えていました。海兵隊員たちの生き残りをかけた戦いはハガルリを出た途端また始まったのです。我々は道を切り開きます。生き残ってみせます。我々1万人は2列渋滞を組んで行軍しました。道には1キロ半おきに障害物が置かれていました。その度に道を塞ぐ障害物を先頭にいる者が撤去しなくてはならなかったため、通れるようになるまで雪の中で待っては進んでまた止まるという繰り返しでした。中国軍は必死で前進を阻もうとしますが、海兵隊はもう分断された小部隊ではありません。戦況は海兵隊有利へと変わっていました。中国軍は海兵隊の移動に伴って同時に動く必要がありましたが、巨大な部隊がまとまって動くのは不可能です。線路が整備されていないので列車を使って先回りすることもできません。しかし地獄火の谷では中国軍の狙撃手が待ち構えていました。6日前にこの地で倒れたドライスデール任務部隊の兵士たちの遺体がどれほど激しい戦いだったかを如実に物語っていました。ハガルリへの道中通った地獄火の谷で今度は戻るために戦いました。横転したトラックを見つけました。 3,40 人の海兵隊員の遺体が横たわり半分雪に埋もれていました。ここで立ち止まれば中国軍の狙撃手に狙われる危険が高くなります。しかし海兵隊の行動規範ではその生死に関わらず仲間を残していくことは許されません。我々は全員の遺体を回収しました。生存者も罪にもありませんでした。刻々と時間が過ぎていきます。コドリへ急がなくてはなりません。中国軍の攻撃はなおも続き、海兵隊員たちは寒さの中で体力の限界が迫っていました。1950年12月7日チャンチンコ周辺から撤収した海兵隊はコドリの基地に到着。この地を守る国連軍部隊と最終合流を果たしました。総勢1万4000人の強力な大軍勢となり、最終目的地フンナム港までのおよそ85キロを南下します。コドリの基地にいた一人が第一海兵連隊第二大隊ドッグ中隊のケネディ二等軍曹でした。ユダムニからの道中がどうだったのかは知りませんでしたが、こちらにやってくる隊員たちを見た時は仲間が増えることもあり、とても心強く感じました。しかし悪夢はまだ終わっていません。海兵隊員たちが南へと向かう一本道は完全には確保されておらず、中国軍による執拗な攻撃が絶え間なく続いていたのです。中国軍は道の両側にいましたが、特に西側から集中的に撃ってきました。しかし我々には身を隠す場所がありませんでした。屈強な兵士が揃うアメリカ海兵隊とはいえ、むき出しの道で攻撃されたらひとたまりもない上、天候が悪く航空支援も受けられません。我々は他の部隊より一歩先を歩いていました。いつ撃たれるか分かりません。フンナム港に生きてたどり着くには思い切った行動が必要です。
先には多くの中国兵がいますし、狭い道路にいてはどうしても不利です。そこで我々ドッグ中隊は集まり、ある士官の考えで山に上がったんです。ケネディたちは一か八かの白兵戦に打って出ました。この山を確保すれば一本道を安全に進めます。山の中に飛び込んで中国兵を殺したんです。冷静を保ち、全ては運命だと受け入れて臨みました。正気を失う寸前で自制心を保ちましたが、健全な精神状態ではありません。とにかく唯一の安全を確保する手段は、行く手を塞ぐ中国兵を殺すことでした。そしてついに中国軍が限界に達します。海兵隊の耐久力が勝ったのです。アメリカ海兵隊の防衛を破れないまま敗北を喫した中国軍は、装備の枯渇と飢えと疲れから徐々に退却していきました。14日間にわたる壮絶な戦いの末、海兵隊員たちはフンナム港への進路をようやく確保し、安全を手に入れました。我々がいた山岳地帯の麓にある新墳里に到着して間もなく、列車が走っているのを見て危険を出したと感じました。12月11日、中国軍との2週間の激戦を経て、1万4000人の連合軍部隊がフンナム港に到着。皆が意気揚々としていました。ふざけて次の銃撃戦はなどと言ったりね。海兵隊員を乗せた海軍の船が出港。その後、中国軍に使われないよう港のあらゆる施設は完全に破壊されました。実際は国連軍の歴史的大退却かもしれません。しかし道中の戦いは海兵隊戦士に残る偉業です。チャンチンコのこの戦いは、その過酷さゆえ朝鮮戦争を象徴する戦いの一つになりました。相手にした敵の数だけでもありえないほど不利だった上に、過酷な寒さとの戦いもありました。海兵隊だから克服できたのです。韓国を救う必要があったことだけは分かっていてほしいです。アメリカ海兵隊をはじめ北朝鮮で共に戦った仲間は私の誇りです。海兵隊員として私は求められたことやしなくてはならないことを持てる限りの力を使って行いました。大義のため、そして戦いに勝ち苦難を脱するためにです。あの戦場には今でも忘れられない本物の英雄がいました。誰も一人では何もできません。つまり頼りにできる仲間がいて、助けてもらうだけでなく自分も仲間のために尽くすことで成り立っているんです。原動力は互いに見捨てない、倒れない、勝つと信じる気持ちです。仲間を死なせるわけにも、海兵隊が負けるわけにもいかないんです。